マリちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、マリちゃんです。こちらスペインはマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはプレセンテでスフンティーボの動詞の活用ってのを見ていきたいと思いますよ。こちらマリちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報と簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をプチッとしていただいて、私と一緒に、ね、楽しくお勉強していただけると嬉しいです、ということでございますよ。で、今日ね、私ついにね、スフンティー語に手を出すということでございますよ。スフンティー語っていうのはね、接続法ということでですね、皆さんなんかね、スペイン語学習者のね、スペイン語を勉強なさる方、どうしてもスフンティー語苦手という方が多いということでね、当たり前ですよね。スペイン人だってね、スフンティー語しかね、使う人そんなにいないですからね、いないことはないんですけどね、スフンティー語に関してね、そこまできっちりね、できる人はなかなかいない。スペイン人でもってことですよね。ですからね、安心してね、で、今日やるのもただの動詞の活用だと思っていただいてね、気楽にやりましょう。今までもたくさんやりましたでしょうね。現在形とかね、未来形とか、いろんなもう活用やってまいりましたね。それと同じということですからね。で、もちろんね、言えないんですけど、イレグラレスでね、これは不規則動詞ももちろんございますね。今日はだから、普通のね、規則動詞と、不規則動詞の活用形をしっかり見ておいて、で、これを使い方はね、またおいおいね、順を追ってね、見ていきたいということでございますよ。で、まあ、スペイン語のね、動詞にはですよ、まあ、インフィニティブ、原形ね、あと、まあ、命令形であるとか、直接法、あと、今回の接続法というね、こういう方式がございます。で、それの、そのね、まあ、接続法の中に、まあ、今日見る現在形であったりとか、まあ、尖閣のね、なんだ、接続法であったりとか、まあ、いろんなのがあるわけなんですけどね、そういうのもね、まあ、おいおいね、見ていくんですけども、今回は基礎の基礎、プレセンテでスフンティーボの現在形ね、こちら現在形の活用を見ておこうということでございますよ。そんな難しくないですからね。難しい難しいとね、言ってるとね、難しくなっちゃいますから、難しくないままで、ごだごだしてしまいますからね、もう難しくないと、この辺にすり込んで参りましょう。で、スペイン語の動詞にはね、皆さんご存知、R 動詞、L 動詞、IL 動詞というのがございますね。今から見るこちら規則動詞なんですが、こちら R 動詞の、ね、後ろにつけるもの、L 動詞、IL 動詞の後ろにつけるもの、これをもうね、つけていけばいいということですからね。まず参りましょうね。これじゃあ、R 動詞ね。こちらはね、カンタールという動詞を使って見て参りましょう。カンタールね。このカンタールの後ろのア、L を取っちゃって、カンタ、ここまでにしておきましょう。形をしておきまして、後ろにつけるのが、こちら、エ、エス、エ、エモス、エイス、エム。これをつければいいということでございましょう。ね。これ上から読んだのはね、ジョ、トゥ、エジャウステ、ノソートロス、ボソートロス、エジャス、エジャス、ウステですね。これがね、順番に並んでってことですよ。こちらね、理解なさってますね。で、それをじゃあ、カンタール、こちらにつけて変換してみましょう。活用してみましょう。ね、こういう風になりますね。カンテ、カンテス、カンテ。カンテモス、カンテイス、カンテン。ということでございますよ。そう難しいことではございませんね。で、次にね、じゃあ、エール動詞ね。エール動詞で見てまいりましょう。で、エール動詞、例えばこちら、ベベール、ベベールというね、単語で見ましょうね。そうすると、後ろのエ、エレを取っちゃうと、ベベールがベブ、ベブというふうになります。デブじゃないですよ。ベブですからね。ベブね。この後ろにつけるのが、こういうふうになります。ア、アス、ア。アモス、アイス、アン。ね、これをつけましょう。じゃあ、ベブの後ろにつけましょう。ね。ベバ、ベバス、ベバ。ベバモス、ベバイス、ベバン。ね、難しくない。全然難しくありませんよ。ね。次、イール動詞、イール動詞。こちら見ましょうね。これはビビールで見ましょうか。ビビールでね。で、後ろの ER を取っちゃって、ビブ。ビブにしておきましょう。ビブにしておいて、後ろにつけるのは、さっきの L 動詞と同じ、ア、アス、ア。アモス、アイス、アン。これをつけますよ。ね。ビビルね。いきます。ビバ、ビバス、ビバ。ビバモス、ビバイス、ビバン。
という感じでしょうかね。で、これ今回ね、ご紹介している接続法は、直接法の時もそうでしたけど、ボソートロスの時にね、これ、今回だと、R 動詞とエースね、エースの A のところにアクセント、ティールデがついてて、L 動詞、L 動詞のボソートロス、アイス。アイスのアのところにティルでアクセント記号がつきますからね。これはしっかりつけておきましょう。ね、今のがね、これは規則動詞のね、活用ということでした。で、これね、規則、ほぼ規則動詞なんですけど、例えばね、これ、セラルね、R 動詞ね、セラル、閉めるという単語ですけど、この場合ですね、これはね、直接法の時もそうでした。シエロというふうにね、最初のセ、えね、えのところ、い、えに変わりました。えが、い、えに変わりましたね。これをちょっとね、活用してみましょうね。これね、シエル、シエレス、シエル。セレモス、セレイス、シエルンという感じになるね。次はね、これはね、エール動詞ね、ボルベール。ボルベールで見ましょう。ボルベールのここのね、最初のウベ、オね、ウベ、オのね、ところがね、ウエになりますね。ウエ。うえになって、これで、接続法で活用してみると、こういうふうになります。ボエルバ、ボエルバス、ボエルバ。ボルバモス、ボルバイス、ボエルバン。というふうになりましたよ。もう一度言いますね。ボエルバ、ボエルバス、ボエルバ。ボルバモス、ボルバイス、ボエルバン。という感じです。これもこういうふうに覚えてくださいね。次じゃあ、イール動詞でね、これでね、これはね、セルビール、セルビールというね、単語があります。これセルビール、サーブするってことですね。セルビールね、何でしょう、ちょっとこう、配ったりするとか、そういうね、意味でございますけども、これはね、セルビールのね、最初の S、A のところが E に変わりますね。これがね、どういうふうになるかというと、こちら、ね、シルバ、シルバス、シルバ、シルバモス、シルバイス、シルバ。もう一回言います。シルバ、シルバス、シルバ。シルバモス、シルバイス、シルバン。という風になるということでございますよ。こういうタイプのでね、ちょっとだけね、不規則なのがあるんでね、それちょっと言っておきますね。一応言っておきます。おいおい覚えればいいんですけど、ね、言っておきますよ。コンタール、コンタールという言葉がございます。コンタール。これ数を数えるとかね、数えるという意味なんですけど、こういう風に活用されますね。こちら、ウエになってね、なるんですけど、これがこういう風になりますよ。クエンテ、クエンテス、クエンテ。コンテモス、コンテイス、クエンテン。で、ここのね、ノソートロスとボソートロスのところだけね、オのままでいくんですけど、ここで、コンテモス、コンテイスというふうになって、ここだけでちょっと気をつけてくださいね。次にね、これ、ペルデール、ペルデールでいきますね。ペルデール、こちらね、ピエルダ、ピエルダス、ピエルダ。ペルダモス、ペルダイス、ピエルダン。ピエルダ、ピエルダス、ピエルダ。ペルダモス、ペルダイス、ピエルダン。という感じ。これも、覚えていくしかありません。もしくはもう、使うたびに辞書を引くか、どちらかですね。次にね、これまたややこしいのがあるんです。これね、センティール、センティール。これは感じるというね、単語なんですけど、これもちょっとだけね、ノソートロスとボソートロスのところ、ちょっとだけややこしいんで聞いてください。ね。シエンタ、シエンタス、シエンタ。シンタモス、シンタイス、シエンタン。ここはね、シンタモス、シンタイス、シンタモス、シンタイスという風になってますね。ここもね、ちょっと直接法と少し違うんで、ここはしっかり覚えてくださいね。シエンタ、シエンタ、シエンタ。シンタモス、シンタイス、シエンタン。これと同じような感じで、ペディール、ペディール、頼むということですけど、こちらがね、こういう風になります。ピダ。ピダス、ピダ。ピダモス、ピダイス、ピダン。ピダ、ピダス、ピダ。ピダモス、ピダイス、ピダン。というふうになりますよ。これもね、ちょっとだけ不規則になってます。あとね、ドルミール。ドルミールで見ましょう。寝るってことですけど。ね、こちら。ドエルマ、ドエルマス、ドエルマ。ドゥルマモス、ドゥルマイス、ドエルマ。ここもちょっとややこしいですかね。こういう変なのあるなっていう感じで覚えておいてください。ドエルマ、ドエルマス、ドエルマ。ドゥルマモス、ドゥルマイス、ドエルマン。という感じでしょうかね。あとですね、
これからあとね、特別な感じがする活用なんで、これは覚えやすいと思います。あとこれはですね、例えば、ベルボ、ポネール、テネール、アセール、トラエール、デシール、ベニール、サリール。この人たちですね。この人たちはね、何が特徴かというと、普通の直接法の時にね、ジョポン語ね、ジョテン語とか、ベン語とかいう形になりましたね。で、ここのね、このベン語とかの、こういう漢字ね、この漢字をちょっと残したままで、全部のね、形をね、活用していくということなんですよ。ね。どういうことかというと、こういう風になります。聞いてください。ポネール、聞いてください。なんか一曲歌うみたいですけど、聞いてください。ね。いきますよ。ポンゴ、ポンガス、ポンガ。ポンガモス、ポンガイス、ポンガン。ね。これ普通だと、ね。ポンゴ、ポネス、ポネ。ポネモス、ポネイス、ポネンという風になりましたね。これが、この最初のポンゴのところをね、使いましてね、ポンガ、ポンガス、ポンガ、ポンガモス、ポンガイス、ポンガンという風になるということですよ。ね、お分かりいただけますね。で、次にね、テネールでいきましょうか。こちらは、テンガ、テンガス、テンガ、テンガモス、テンガイス、テンガン。次、アセールね、アガ、アガス、アガ、アガモス、アガイス、アガン。次は、トラエールね、トライガ、トライガス、トライガ。トライガモス、トライガイス、トライガン。と、デシール。ディガ、ディガス、ディガ。ディガモス、ディガイス、ディガン。あと、ベニール。ベンガ、ベンガス、ベンガ。ベンガモス、ベンガイス、ベンガン。最後ね、サリールね。サルガ、サルガス、サルガ。サルガモス、サルガイス、サルガン。という感じになりましたよ。あとね、もう一つだけね、グループね、これはちょっとこれはもう覚えるしかないという形ので、これはですね、例えば、ベルボ、セール。ベルボ、セールで見ましょう。これはね、セア、セア、セア。セアも、セアイ、セアン。これ、このまま覚えてください。次にね、ベルボ、エスター。これはね、エステ、エステス、エステ。エステモス、エステイス、エステン。アベール、アジャ、アジャス、アジャ、アジャモス、アジャイス、アジャン。次、サベール。これ変ですからね。変ですから覚えやすいと思います。セパ、セパ、セパ。セパモス、セパイス、セパン。と、ベルボ、イール、ね。バジャ、バジャス、バジャ。バジャモス、バジャイス、バジャン。次に、ベルボ、ダール。で、です、で。でもす、でいす、でん。という感じでしょうかね。あとね、もう一つだけ、カベール。これだけ変なやつがいますね。見ましょうね。カベール。これはケポ。ケポっていうの。これね、普通の現在、直接法の時も変でしたけど、このケポを使いましてね、ケパ、ケパス、ケパ、ケパモス、ケパイス、ケパン。という感じになるということでしょうかね。あともう一つだけ、このセール、このセールね、これをこのすこというふうになってましたね。これをね、どういうふうになるかというと、このすか、このすかす、このすか、このすかもす、このすかいす、このすかん、というふうになってくるという感じでしょうか。これがまあ大体のね、大体のイレギュラーですね。の、これをプレセンテでスフンティーボの活用形ということでしたよ。これもう一気に覚えろちゃって無理ですから。これ私の動画を何度も何度も見ていただいて、もしくはこう活用表をですね、こう天井に、天井いっぱいに貼り付けて、ね、夜寝る前にね、こう見ながらね、読み上げるとか、お風呂にね、こうやって、お風呂場でシャワー浴びながらね、こう、テンガー、テンガス、テンガー、テンガモス、テンガイス、テンガンというふうに歌いながらね、お風呂、シャワーを浴びるとかですね、そういう風にやっていくしかないということでしょうかね。で、これがね、今回これを勉強したことによりましてですよ、私のこのね、スペイン語講座もどん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 また広がっていくということでございます。いろんなね、説明できることが増えてくる、まあ、説明する前に私は勉強し直さないといけないんですけどね、それをやりながらね、まあ、例えば否定命令形というのがありますね。何々しちゃダメとか、何々しないでとかね、そういう言葉も言えるようになるしね、例えばですよ、スフンティーボでね、
スフンティーボの基本の使い方というのはですよ、これは実際に今まだ起こっていないこととか未来でもあるかどうかわからないようなことね、あとは願望、あとこれは疑問ね、ちょっとこう疑惑に思っているようなことであるとかね、そういうようなことがどんどん言えるようになってくるということでございますよね。今日こんな感じでちょっとね、スフンティーボね、プレセンテでスフンティーボの活用形を見てまいりましたよ。こういうことでこれから将来ね、こんな感じでキエロケ、キエロケ、私の希望ね、キエロケエストリエモススフンティーボコンミーゴということでございましょうか。キエロケエストリエモススフンティーボコンミーゴということでございますよ。これ私と一緒にね、スフンティーボお勉強してもらえると嬉しいなということでございますよ。今日こんな感じでちょっとね、将来ね、これからスフンティーボを勉強していくにあたりね、一番大事なね、最初の要の活用というのを見てまいりましたよ。いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、あとベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、ハスタルゴ。